日本人の場合と 0.2 から 0.5 センチ程度18歳が伸びたと。身長ビヨーン、医師医学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日も身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのはこちら、18歳以降身長何センチ伸びるのか徹底検証ということですね。一般的になんですけれども、18歳はほぼ最終身長というふうに言われていると思うんですけど、そのほぼってどれくらいなのかというところでね、伸びたって人はですね、もう何センチも伸びたって話聞きますし、もちろんですね、全く伸びなかったよって方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そのほぼっていうのがどれくらいなのかってちょっとね、検証してきました。本当ですね、今回の動画を作るの本当疲れました。でも本当にですね、もうたくさん計算したしですね、かなりですね、もう、そのデータを集めるのも大変だったですし、本当ね、最後までぜひ見ていただきたいなと思います。本日のね、タイムラインはこちらですね。1番、日本人の学校保健統計調査から、まず検証します。そして2番ですね、オランダの成長曲線から検証します。そして3番ですね、アメリカの成長曲線から検証します。そしてですね、まあ、1、2、3を総合して、最終的にですね、結論にといただきたいと思います。で、今回ですね、どうしてオランダとアメリカのですね、成長曲線を持ってきたかっていうふうにね、言うと、日本人のですね、このいわゆる成長曲線、学校保健統計調査の報告がですね、17歳半までしかないんですね。なので、全て推測になって、17歳半以降の数値は全部いわゆる理論値になってくるので、どうしてもですね、そこが気になったので、オランダが21歳まで、アメリカは20歳までのデータがありますので、それもですね、一緒に共覧していきたいと思います。それでは1番ですね、日本人の学校保健統計調査から検証していきましょう。学校検討検証ですね、まあ、いつもなんですけど、まあね、私もですけど、身長予測とかね、無料最終身長予測ってね、何度も行ってますけど、それのですね、まあ、元データも基本的にこのですね、学校検討検証を、使っております。まあ、私だけでなくてですね、まあ、多くのですね、いわゆる成長記録の平均元データとして使用されるのがですね、この学校保健統計調査になってまいります。で、まあ、先ほどちょっとお伝えした通りなんですけど、このデータの問題点、17歳6ヶ月までのデータしかないというところが、まあ、ちょっとね、ネックなんですけども、まあ、まずはですね、15歳以降のデータをですね、一緒に見ていきましょう。いわゆるですね、17歳6ヶ月で 170.8 センチペースですね、いわゆる日本人の平均身長のペースをですね、ここにですね、出しております。15歳0ヶ月で 167.1 センチ、16歳0ヶ月で 169.4、17歳0ヶ月で 170.5、17歳6ヶ月で 170.8 ってことで、ですね、まあ、最後の3、6ヶ月、ごめんなさい、最後の6ヶ月も 0.3 センチペース伸びてますので、まあ、すごくね、単純に計算してしまうと1年間 0.6 センチペース伸びてることになります。で、これをですね、まあ、年間成長率をこういうふうにですね、15歳から18歳まで表してみると、こんなような数字になってきます。15歳から16歳まで年間 2.3 センチ。16から17歳まで年間 1.1 センチ。17歳から18歳まで年間ですね、0.6 センチってことで、ここから何がわかるかというと、1年おきにですね、年間成長率が約半分になっていくってことがわかります。2.3 の半分は、大体ですね、1.15 ですので、まあ、大体半分。1.1 の半分は 0.55 ですね、約半分ということで、まあ、こういわゆるですね、まあ、終盤になってくると年間の成長率は約半分にまで、落ち込んでいくというのが一つの特徴になってきます。なのでこれをですね、まあ、拡大解釈というか、まあ、そのまま仮にですね、ずっと18歳以降も進んでいったらどうなるかというところを計算していきます。まあ、理論値ですね。はい、ということでこんな感じです。ということで 2.3 が 1.1、 1.1 が 0.6、 0.6 が 0.3、 0.15、 0.075、 0.0375 って感じで、どん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 ね、毎年伸びる身長が縮んでいくというふうに仮定します。で、まずは例えばなんですけども、20歳で、身長がですね、止まるというふうに仮定したら、まあ、こんなような式になってきますね。計算すると、まあ、18歳から 0.45 センチ伸びる計算になってきます。で、例えば、まあ、22歳まで伸びるというふうに計算すれば 0.56 センチということで、まあ、これもね、まあ、無限に計算できるんですけど、まあ、例えばですけど、まあ、大出血サービス、まあ、出血大サービスということで、30歳まで身長が伸びるというふうに仮定したら、どうなるかというと 0.6 センチ程度伸びるような計算になってきます。まあ、つまりですけど、まあ、20歳まで伸びる、22歳まで伸びる、30歳まで伸びるというところですね。それをですね、まあ、総合して考えると、まあ、大体こう、もう 0.5 センチ程度伸びるというような表現がね、できるんじゃないかなというふうに言えるんですけど、まあ、いかがでしょうか。はい、次はですね、まあ、今ほどはですね、いわゆるまあ日本人の平均で見てみたんですけど、今度はですね、17歳6ヶ月で183センチのペースで、どうなるかというのを見ていきましょう。同じですし、15歳0ヶ月で 181.0 センチ、16歳0ヶ月で 182.2、17歳0ヶ月で 182.7、17歳6ヶ月で 182.9 ということで。
まあ、同じようですけども、年間成長率ですね、こういうふうに計算していくと、まあ、半分半分になっていくというふうに、まあ、仮定していくと、大体こんな感じで、まあ、近似値がですね、出せるわけですね。これはね、絶対値じゃないですよね。いわゆる、まあ、近似値ですからね。ということで、まあ、22歳まで伸びるとしたら 0.28 センチということで、さっきからするとちょっとね、低い数字になってきます。ということで、まあ、まずまとめてみると、まあ、大体なんですけど、18歳から 0.2 から 0.5 センチでですね、身長が伸びるというふうにですね、日本人の学校保健統計調査からは推測できるんじゃないかというふうに考えます。次に2番ですね、オランダの成長曲線から、検証していきます。まあ、オランダはですね、まあ、検証するというかですね、まあ、21歳までデータがあるので、非常に参考になるかなと思います。で今回です、ね、オランダのこの成長曲線見つけるのはすごい大変でした。もうかなりですね、インターネットですね、もうかなり調べまくって、やっと出てきました。2013年ですね、ペディアトリックリサーチっていうので、The World Tallest Nation Has Stopped Growing Taller, The Height of Dutch Children from 1955 to 2009ってことで、オランダのですね、身長の伸びがですね、まあ、最も身長が高い国なんですけど、そこの伸びがですね、ついに止まってしまったって、そんな論文がですね、あって、その中にですね、成長曲線がありました。ということでね、やっと見つけてきたこの成長曲線を見ていきたいと思います。で、これもですね、解像度が結構低くてですね、もう本当に見にくかったんですけど、まあなんとか頑張って、最後にですね、アップしてみてきました。で、まずはですね、オランダ人の平均身長の軌跡をですね、こんな感じで見ていきましょう。16歳0ヶ月179、17歳181、18歳で 182.5、19歳 183.5、20歳184、21歳184ということで、18歳から21歳までですね、1.5 センチ程度伸びているふうな計算になってきます。ということで、日本人はですね、0.2 から 0.5 センチ程度というふうに先ほどですね、まあ、計算で申し上げたので、まあ、日本人かなり、やっぱオランダ人の方が伸びてるなというような形になってきます。でもやっぱオランダ人のですね、まあ、身長がですね、まあ、高い秘訣というかですね、やっぱ世界一である秘訣はですね、まあ、こういったところにもあるのかなというふうに思います。で、まあね、1個だけじゃなくてもう1個ね、データ見てみましょう。オランダ人のですね、プラス 1SD と呼ばれるような身長、191センチですね。最終的に191になるようなペースですね。はい。で、15歳0ヶ月183、16歳0ヶ月 186.5、17歳0ヶ月 188.2、18歳0ヶ月 189.5、19歳0ヶ月 190.5、20歳0ヶ月 191、で、21で191ってことですね。まあ、どういうふうに簡単に計算できちゃうんですけど、189.5 から191まで伸びるわけですので、1.5 センチ程度伸びてるわけになります。ということで、ね、まあ、まあ、小結論ということで、オランダ人は18歳から約 1.5 センチ程度伸びているような結論になってきますので、日本人よりもですね、やっぱオランダ人の方がちょっと身長伸びがですね、18歳からもいいようなことが、ここからは言えるかもしれません。はい、3番目ですね。アメリカの成長曲線から検証してみましょう。アメリカはですね、20歳までのデータがありました。で、アメリカ人の方がですね、オランダ人は日本人の身長にちょっと近くなったけどね、まあそういった面ではちょっと参考になるかもしれません。で、こちらですね、CDC っていうふうにですね、言うみたいなんですけど、アメリカ成長曲線をゲットしてみました。こちらの方が比較的簡単にゲットできました。で、こんな感じですってことで。アメリカ人の平均身長の軌跡を見ていきましょう。16歳0ヶ月 173.5、17歳0ヶ月 175.3、18歳0ヶ月 176.2、19歳0ヶ月 176.5、20歳0ヶ月 176.8 という形です。で、これはね、私はね、目測で計算していますので、ちょっとズレがあると思います。そこを許してください。ということで、ね、18歳から20歳まで、ちょっとね、20歳までのデータになっちゃうけど、0.6 センチ程度伸びているふうな計算になってきます。なので、先ほどですね、まあ、0.2 から 0.5 センチ程度日本人のですね、まあ、数値と、まあ、そんなに大きく変わらないかなと思うので、まあ、妥当な感じも、私はしています。ただね、まあ、20歳なので、まあ、ちょっともうちょっとプラスになってくるか、あとでちょっと補正したので、ね、お見せしますので。はい、次ですね、アメリカ人のプラス 2SD の身長の軌跡を見ていきます。ってことで、16歳 0×185.5、17歳 0×187.0、18歳 0×187.8、19歳 0×188.3、20歳 0×188.5 ってことで、まあ、こちらも、ね、計算してみると、0.7 センチってことで、まあ、こちらもですね、やはり日本人のですね、0.2 から 0.5 っていうのとほとんど変わらないかなという印象になっていきます。はい、ということで、最後に4番目のまとめの部分ですね、こちらの方ですね。ということで、こちらです。じゃーんってことで、これがね、本当にもうね、作るの、本当今回めちゃくちゃ苦労しました。かなりですね、もう、
バーッとね、めちゃくちゃね、急いで計算してやってたら、ちょっとね、誤差が少し、もしかしたら 0.1 センチとか、それがあるかもしれないけど、そこはね、ちょっと許してください。で、赤字の部分がですね、いわゆる推測値になってきます。先ほど申し上げたような、まあ、半減期的に身長伸びなくなっていった場合、どういうふうになっていくか。特にですね、まあ日本人の場合、17歳半までのデータしかないので、まあ、それをね、踏まえて、こういうふうに計算していった値になってきます。まあ、理論値になってきますね。こうやって見てみると、まあ、日本人の場合と 0.2 から 0.5 センチ程度18歳が伸びたと。オランダだと 1.5 センチ程度伸びた。で、アメリカの場合は 0.8 センチ程度伸びたというような表現ができると思います。まあね、これをまあ合わせてみると、まあね、0.5 から 1.5 センチ程度ということで、まあすごくざっくりと約1センチ程度18歳が伸びるというような表現になってくると思います。まあ大体ね、まあこうやって振り返ってみると、まあ皆さんなんとなく、ね、社会的なイメージと合致するのではないでしょうか。今回ね、かなり面白い内容だったかなとね、私は自信作なんですね。自信作なんですけど、皆さんね、面白いと思っていただけたら嬉しいです。今回ちょっとね、他にもね、こんなデータも調べてみましたってことで、まあね、あとおまけですね、ほんと超おまけなので、見たい人だけ見てください。こちらですね、平成30年の国民健康栄養調査報告書ってことで、日本人のなんとかね、17歳半以降のデータ、18歳、19歳、20歳のデータないかなと思って調べてたらあったんですよね。厚生労働省の方で、国民健康栄養調査報告ってことで、第2部、身体状況の調査の結果ってことで、あったなと思って見てみたんですけど、こんな感じでね、じゃんってこと、まあ見にくいってことで、またアップしていこうってことで、16歳以降から25歳までね、ババって、1年ずつのね、身長があって、さらに70歳までね、どんどん70歳以上までね、身長がどんどん伸びてる、記載してあるってことで、これすごいいいなと思って、パッと見てみると、まあね、ここの部分が、成長を表すってことだけど、一番上が見てみると 173.9、169.2、170.0 と、もうバラバラなんだよね。あれどうしてだろうと思って見てみたら、検査人数がですね、17人、27人、19人、20人だから、すごく少なくて、もうね、本当にもうこれ、なんだろう、もうどういう募集なんでね、検査したんだろうって感じで、ほとんど参考にならないっていうような形で、厚生労働省のデータにしてちょっと寂しいなって印象になって、これ却下したというような形になります。はい。まあね、ここら辺はまあ余談ですね。まあ、平成29年とかね、確認しましたけど、全然ダメでしたね。はーい、ってことでね。またね、今後ともですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。